どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。いつ聴いても愛子さんの曲はいいわね。最近の歌もいいが、やっぱり色褪せないものがあるよな。一時期はライブ行って、グッズ買おうと思うくらい好きだったのよね。今度、思い切って行ってみようかしら？愛子さんも気落ちしているだろうし、応援の意味でも行ってみたらどうだ？気落ち？親霊夢は知らないのか？愛子さんは育ての親とも言われた人物と決別しかかってるんだぜ。何それ、そんなことがあったの？芸能人が好きなくせにテレビの情報は見ないからこれだぜ。そんな呆れ顔はいいとして何があったのか教えてよ。あと愛子さんに育ての親がいたとかも知らないわ。それじゃ今回は、愛子の育ての親洗脳事件、を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要をさらっと紹介していくぜ。事件だったの。愛子さんにお怪我は？身体的な怪我はないからとりあえず安心してくれ。わかったわ。それで、何があったのよ？2023年の2月20日にある人物が逮捕されたんだ。当時56歳だった千葉敦という男だぜ。容疑は特別背任による会社法違反だな。誰よそのおっさん。愛子さんの個人事務所の実質的な社長だった人物だ。本来の登記的には愛子さん自身が社長なんだけどな。なるほど、愛子さんと近しい人物だったのね。で、何をしたの？千葉はおよそ2016年から2019年の間に、愛子さんのツアーで販売するグッズを、本来よりも高い代金で仕入れていたんだ。高い代金で仕入れて、取引先の会社を救おうとしていたとか、じゃないわよね？そんなわけないぜ。千葉は水増ししたグッズ代金を懐に入れていたんだ。水増し分の9割が千葉、1割が共謀していた相手会社の男の取り分だったそうだな。愛子さんの知らないところでそんなひどいことをしていたのね。でも、グッズの代金水増しってそんなに儲かるのかしら？愛子さんの事務所の損害額は1億円にも上るぜ。とんでもない金額ね。これは愛子さんに対する裏切りだわ。即刻解雇して事務所を健全化しないと。まあ動きとしてはそうなるんだろうが、愛子さんとしてはかなり複雑な心境だと思うぜ。そうなの？2024年6月18日の千葉の公判で、愛子さん自身が証言台に立ったんだが、そこで彼女が語った言葉は、洗脳されていた、だったんだぜ。洗脳？一体、愛子さんと千葉の間に何があったの？ここからは愛子さんと千葉の関係性について見ていくぜ。洗脳なんて言葉を聞いたらなんか血生臭い予感もしてきたわ。そういう展開はないから安心してくれ。千葉は愛子さんの、生みの親、とか、育ての親、とか言われる人物なんだ。いや、おっさんには産めないでしょ。しょうもない冗談は、置いておくとして話を続けるぜ。歌手としての愛子さんを導き平成の代表的な歌手にまで、育て上げたのが他ならぬ千葉だったんだ。そうだったの。愛子さんは1997年にあるコンテストに出場していたんだが、そこに当時ポニーキャニオンの、プロデューサーをしていた千葉が目をつけたぜ。金の匂いを嗅ぎつけたのかしら？当時の真意は知らないが、そこから千葉は、愛子さんを二人三脚のような密接さで育てたんだ。徹底的に育てたのね。そういうことだ。愛子さんは上京後インディーズの、小さなライブハウスで歌っていたんだ。そんな彼女が千葉のプロデュースで、メジャーに進出したんだぜ。それは良いことね。愛子さんは1990年代後半のあたりから頭角を現し、ヒットシングルを連発させたんだが、裏には千葉のプロデュースがあったわけだな。これだけだと後に語られる感動の秘話って、感じだけど、違うの？そうだな。愛子さんは千葉に目をかけてもらってメジャーデビューしたんだが、その後の制作も千葉さんと一緒にやり続けていたんだ。愛子さんの中で千葉と一緒にやるのが普通の、音楽制作だと思っていたんだぜ。若干危ない感じがしてきたわね。音楽制作の場だっていろんな人がいていろんな現場があるんじゃないの？その通りだが、ここから雲行きが怪しくなってくるぜ。二人三脚で頑張っていた愛子さんと千葉だが、徐々にその距離感も遠い関係がいびつになっていくんだ。千葉が色をかけたとかじゃないわよね？そっち方面じゃないぜ。千葉は愛子さんの前では、気のいい人みたいに振る舞っていたんだ。だが、口答えしたり自分の意見を言ったりするスタッフを見つけると、愛子さんから遠ざけたり悪口を吹き込むようにしていたんだぜ。なんか性格悪いわね。さらに千葉に関するこんな話もあるぜ。自分は何十回電話しても出ないくせに気に入らないスタッフが一回でも、電話に出ないと、愛子に、あいつとは何ヶ月も連絡が取れない、なんて嘘をつくんです。そうして愛子が自分に依存するように仕向けていました。そんなことしたら、愛子さんは付き合う人間を選べないじゃないの。その通りだし、愛子さんからしたら、千葉に頼るしかなくなるぜ。他にも、千葉は愛子さんに、
俺がいなくなったらバンドメンバーも集められなくなる、と吹き込んでもいたんだ。千葉にそんな権限があったの？千葉はバンドメンバーを集める事業もやっていたからな。こうやって他のスタッフから愛子さんを遠ざけつつ、自分がいないと成り立たないということをすり込んでいき、愛子さんが自分に依存するような状況を作り出したんだ。千葉がいないと自分はダメだと思わせていったわけだな。ねっとりとした嫌な手口だし、立派な洗脳だわ。でも、千葉はなんでそんなことをしていたのよ。ポニーキャニオンなんて、立派な会社にいたんならそれで満足じゃない？どうやらそうでもないらしいな。千葉はさらにこすいことをしていたんだ。今度は何なの？霊夢の言うように、千葉はポニーキャニオン所属で当時は執行役員だ。そして愛子さんを育てた功績から取締役になる予定だったぜ。まあ、その出世に関しては当然といえば当然ね。でも何か問題があったの？監査会社の調査でヤバいことが発覚したんだ。霊夢は何だと思う？会社の金をポケットに入れてたとか？だったらその時点でお縄だぜ。それもそうね、じゃあ何だったのよ？なんと、千葉はこの昇進話の約10年前から、愛子さんの個人事務所の役員もやっていたんだぜ。兼業していたのね。それが問題なの？大問題だぜ。愛子さんはポニーキャニオンと契約している歌手で、彼女周りの契約を一任されていたのが千葉だったんだ。それじゃあ要は千葉の考え一つで、好き勝手にできる状態にもなっていたってこと？なっていたんだぜ。利益相反の可能性があるとして、千葉はポニーキャニオンを論旨免職になったぜ。退職届を出して解雇する形だから多分退職金は出ているな。それは愛子さんにはショックだったのかしら？それはショックだぜ。何せ、千葉は無断で愛子さんの事務所の、取締役についていたんだからな。ずっと一緒に頑張ってきた。人間の悪事が露呈したんだから人間不信にもなるぜ。そんな中で愛子さんは一人で事務所を、回さないといけなくなったんだ。愛子さんがかわいそうだわ。だが、昇進した愛子さんに手を差し伸べる男性もいたんだ。愛子さんは年下のファンの男性と2020年に結婚したんだぜ。愛子さんは何も悪くないし支えてくれる人はたくさんいるわ。きっと、その中でも優しい男性と結ばれたんでしょうね。だが今回の本題はあくまで千葉だ。またきな臭い話に戻ってしまうのね。論旨免職となった千葉だがその生活は豪華そのものだったぜ。全身をブランド物で固めマンションや船も持っていたそうだな。さらに車に3000万円も使うような高所得者だったんだぜ。絵に描いたようなセレブ生活をしていたのね。当然だが、いくらポニーキャニオンであっても、一社員がここまでの豪遊をするお給料は出してないぜ。あえて聞くけどそのお金はどこから出ていたのかしら？代表的なのが、2016年から行っていたグッズの仕入れ代金の水増しというわけだ。千葉はこの水増し代金を直接自分の口座に入れていたぜ。合計で1億円近くも懐に入れていたのね。でも、誰も怪しいと思わなかったの？愛子さんはおかしいと思っていたようだな。愛子さんはファンのためにグッズを安くしたいと話したんだが、千葉はこれを固くなに拒絶したんだ。明らかに自分の収入が減るのを恐れてる感じね。さらに千葉は日頃から愛子さんに、事務所経営が苦しいと話していて、なんと愛子さん個人から、合計4億6000万円を借りていたんだぜ。4億6000万円？それだけの金額を出すほど愛子さんは千葉を、信用していたわけだな。一方で千葉は、事務所の収支を全く教えなかったそうだ。愛子さんもこれで確信したんじゃないの？していたんだろうが動けなかったんだぜ。千葉に逆らった場合音楽制作が止まって、しまうかもしれず怖かったそうだな。そういえば自分がいないとバンドメンバーが、集まらないとか言ってたわね。その、旗から見れば、痛々しいアピールも洗脳の手口だったのかしら？他の人間を遠ざけつつ、自分がいないとダメなことをじっくり吹き込み続けたんだろうな。周りの人は止めなかったのかしら？千葉は音楽業界でも有名というか怪しまれていたそうだな。さっきも言ったように、金持ちぶりが音楽会社社員のそれじゃなかったんだぜ。そういうもろもろの疑惑が今回、派手に爆発したということね。まあ、2023年の逮捕劇に関してはそういうことだな。愛子さんが証言したってことは、裁判は始まっているのよね？ああ、今も係争中だぜ。千葉は容疑を認めているのかしら？いや、なんと千葉は、会社法には違反していない。損害を与えたとは言えない、と無罪を主張しているぜ。だが検察側は、グッズを知人側から高く仕入れて、水増し分を自分の口座に入れてブランド三昧した、という割と確信部分を主張しているぜ。検察側が完全に千葉の悪用を看破しているじゃない。それでも無罪を主張するんだからとんでもない神経をしてるぜ。そんなピリピリした法廷に、何も悪いことをしていない、愛子さんが被害者として参加したのね。一応言っておくと、
愛子さんは2019年夏から自分で事務所を回し、千葉の介入しない状態で、スタッフさんたちとも仲良くやっているようだ。自由に仕事ができているようで何よりだわ。千葉に言い放った、洗脳、って言葉の重みが増してくる話だわ。さらに愛子さんは、かつて千葉と仕事していた時と自分で頑張っている現在を比べて、悪徳ブリーダーに繁殖させられてケージの中の、世界しか知らなかった犬が、温かい家族に保護されて初めて公園を走り回ったような気持ち、と表現しているぜ。言わんとしていることがすごくよくわかるし、何より愛子さんらしさ全開の表現で素敵だわ。さっとこの言葉が出てくるあたりがさすがだよな。愛子さんの法廷での言葉を続けて紹介するぜ。君はインディーズで小さなライブハウスで、音楽をやる人間だったけど、僕がメジャーという世界に引き上げちゃったんだよねと。私は上京して、デビューしてから制作を、千葉さんと一緒にやっていたので、これが普通の音楽制作の現場なんだと思っていました。ライブで見てきた景色はずっとお客さんが満席で埋まっていたので、事務所の運営が、厳しいと言われて私と千葉さんの見えている景色には、ズレがあったのかなと。不思議で仕方なかった。じわじわ洗脳されて、怖い。最終的には中抜きするために乗っ取りみたいな形で、侵食されたのかなと思う。支配下にあった。洗脳されていた。今回の事件を知って最低だなと思いました。自分の音楽を否定された気持ちになった、と。どれも愛子さんの苦しい気持ちが伝わる内容だが、特に最後の発言は怒りすらにじんでいるよな。千葉が許せないのは当然として、愛子さんが立ち直って、たくましく活動しているのが嬉しいわね。デビュー当時からの相棒に裏切られるとか、人によっては活動を永久に引退する可能性もあったからな。辛い時期に踏ん張った愛子さんと、それを支えた夫さんに敬意を表するぜ。で、千葉には懲役何年の判決が下ったのかしら？まだ係争中でどんな判決になるかは不明だな。今回、千葉が犯した会社法違反の特別背任の法定刑は、10年以下の懲役刑または1000万円以下の罰金刑、となっているぜ。となると、懲役10年になるのかしら？汚いことして、溜め込んだ1000万円を払って釈放とかないわよね？どちらもないと思うぜ。まず、懲役10年は特別背任という罪の法定刑の上限なんだ。もし検察側が10年を求刑したとしても、なんだかんだで釈量の余地があったりして刑が軽くなることが多いんだぜ。私の予想ではだいたい7年か8年だな。まあ、千葉が法廷を侮辱するような態度を取るとか、手口があまりに悪質で反省していない場合は10年もあり得るぜ。10年でも長いような短いような、それすらも1000万パワーで吹き飛ばして釈放ってことはないの？特別背任の罪は平価ありなんだ。平価？懲役刑と罰金刑を合わせて貸すってことだぜ。だからどちらにせよ有罪判決が下ったら懲役は確定するし、数百万円ほどの罰金は免れないということだな。念のために言っておくが、今回の場合は確実に執行猶予もつかないぜ。そうなの？ああ、執行猶予がつくのは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という、最低ラインがあるんだ。千葉は完全にぶっちぎってるわね。じゃあ、今はいくら罰金を払って何年ぶち込まれるかの戦いなのね。そういうことだぜ。これは個人的な意見になってしまうけど、千葉には法定刑の上限の判決を下してほしいと思うわ。愛子さん本人はわからないが、愛子さんを慕っていたファンの人たちは少なからずそう思ってるだろうな。ファンの人たちは千葉を知ってるのかしら？ライブで話も出ることがあったそうだから、知ってると思うぜ。ファンとしては愛子さん本人の意に反して、高い値がつけられたグッズを、愛子さんの応援として買っていたんだ。そのグッズ料金のうち少なくない金額が、知らない間に千葉の懐に入っていたとなれば、ファンだって許せない気持ちになるわよね。ああ、今回の罪状や法的には微妙な立ち位置だが、愛子さんのファンたちも劣気とした被害者だぜ。水増しされたグッズ代金を払わされているし、信用していたのに裏切られたんだもんね。私がガチのファンだったら悲しくて泣いてしまうわ。クリエイターが頑張っている中で、裏でこういう中抜きとかしてる、仕組み自体も私は気に入らないぜ。ふと気になったんだけど、今回の愛子さんと千葉みたいな話って音楽業界によくあるの？愛子さんクラスの大物で発覚するのは珍しいぜ。だが、地下アイドルのような場所だとかなり横行しているようだな。地下アイドルってやっても散々って話を聞くわね。地下アイドルは業界の事情に疎い若い子が多いんだ。そのせいでプロデューサーや、運営側を盲信もとい洗脳されてしまいがちだ。そんな怖いことが地下で起きているのね。地下アイドルのこの問題は以前から指摘されていたが、さすがに愛子さんレベルで発覚したことで、今後はこの闇の構造も注目されていくのかもしれないぜ。そうね。
音楽業界の悪臭に一石を投じてほしいわ。少なくとも今回の千葉の逮捕は、音楽業界の関係者にとっても、やっとか、という感じだったそうだな。そりゃアホみたいな成金ムーブしてたもんね。今回の話はどうだった？愛子さんって平成にヒット曲を連発していたから、今も昔も楽しく暮らしてるのかと思ったけど、苦労されていたのね。デビュー時から二人三脚で頑張っていた人物から、裏切られたわけだからな。そのショックの大きさは計り知れないぜ。でも、しっかり立ち直られてるのはさすがね。そうだな。愛子さんは現在も音楽活動を続けているから、霊夢も応援しに行くといいと思うぜ。そうするわ。千葉のことなんか気にせずに、目いっぱい、自分の音楽をやってほしいわね。というわけで今回は、愛子の育ての親洗脳事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。